が今 USA のあれでやってます。来ましたけどね。和歌山線の方もあかんくなってるらしいですね。こっちの方に来てよかったので。で、34。10分後か。で、ユニバーサルシティ方面。この時間やったら今からユニバに向かう人は少ないわけでもなさそうか。おそうやな。まあまあおりそうやな。4列並びなんすげえな。もう来る、あもう来るんや。ここで折り返し運転か。今の時間から、ああ、こっちから来る、ここは。電車じゃなくて、西九条から、西九条行きになってます。折り返しの電車やろうか。こんな感じになってますね。15分発普通の西九条行きです。もう前道が走ってる感じなんや。ダブルで撮ってきましょうか。たまにはそうわーバブルし、ただ見ました。あ、撮れた撮れた。なんかさっきうまいこと撮れやんくなったのか。なんでしょうね。熱の兼ね合いかな。はあ、とりあえず一回桜島に降りますか。で、ちょっと駅前プラッとして帰ってたら、まあ、それでも夜か。ちなみに、うちのメンバー一人今、鶴橋で焼肉食ってやがるらしいですね。美味しそうな飯テロをしてきやがりました。昼からビールと焼肉。いいですね。まあそうですよね。普通に考えたら別に四日市から鶴橋やったら近鉄ですぐ来れるんやからね。こんな4日もかけて下関とか寄って大阪に来るやつなんていませんからね。すげえよな。昨日の朝方に下関いたんだもんな。意外と若者ユニバーでみんな降りてくんだなと思ったら、意外とカップル連れやファミリー層もいましたね。あれなんですね。まあまあカップル層はね、分かりました。ゼップとかあるからこっちの方にね、まあ、その兼ね合いで、そっちの方に需要がある。いるでしょうけどね。案外あれですね、人揃ってますね。
へえ。意外とこれ桜島まで来る人多いんですね。よいしょ。出口こっちか。ああ。きつい。でそこが出口ね。よいしょ。あれ。あ、すいません。18切符なんですけど、いいですか。どうぞ。はい、ありがとうございます。以前の券売機もあるし、友人なんですね。暑っ。とか時間的に。ライブがあるんやったら、そっか、物販とか始まるのに早めに来とる人やったら来とるのかなっていうぐらいの時間ですもんね。ここがちょっとぐるっと歩こうか。また怖い。で、上は阪神高速かな、走ってますね。ああ、もう向こうには観覧車とかもある。あっちはあれかな、何だっけ、地下鉄かなんかで行けるのかな。っていう感じだと思いますけどね。まあでも31度とかなんてまだなんとかなってますね。あっつー、日陰入るといいな。こいつの日陰か。高いとこ走ってるんで日陰もでかいですね。よし。いやー、しかしやっぱユニバーだけあって、あ、こっちに電車のとこついてる。いやー、やっぱし陽キャが多いですもんね。いやー、いいですね、こんな感じでね。よいしょ。四国地方が出てくよと。なるほどな。で、あと何があんだこの周り。ここは何？ああ。従業員用の出入り口はこっちなんだ。なるほどな。道理でそこそこ若い人わわ入ってくるなと思ったら、そっか。まだ今から。出勤する人とかもおるわけやね。ああ、そうですよね。夜までやから。